ラジオやるべのコーナー。はい、というわけで今回の動画はラジオをやります。久しぶりです、よろしくお願いいたします。なんか飛行機の動画は再生回数取れるけど、ラジオは別に再生回数全然取れなくていいので、私がやりたいことをやるっていう、喋るっていうような、そんな動画になりますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。本当にね、もう5月散々でした、私もう本当に。でも6月はね、なんか気分いいです、すごい。なので私はもうもう携帯も変わったことですし、もう本当になんかもう新しいスタートだなと思って、6月はもう本当がむしゃらにやっていこうと思います。で、もうなんか著作権とかって結構ね、なんか歌ってみたとかって引っかかるじゃないですか。だから収益できないんですよね。だからサブチャンネルに今もう なんかすごいさりげなく言ってますけど、6月サブチャンネルの方で、歌います爆弾発言しますということでね、サブチャンネルも、ちゃんとやっていこうと。でこっちはお金稼ぎの動画になるので、そんなね、なんか著作権ばっかり引っかかってたら、もう多分ね、YouTube さんがお前ちょっとやめろやみたいな感じでね、バンされそうなんで、なんかちょっと歌とかラジオ枠はこの動画をもちまして、サブチャンネルの方に引っ越します。いや、ラジオは前からやってたんですけど、ラジオ一回全部消したんですよ。なのでもう心機一転、6月からなんか私喋りたいっていうのね、なんかそういうね、スミノフが、知りたいとか、スミノフはどんなやつなんだとか、スミノフの声が聞きたいとか、いや多分それはないなっていう、なんかスミノフの前面に出してるやつはサブチャンネルを引っ越ししますみたいな感じになります。で、サブチャンネルで、やるんですけど、なんかどうなんでしょうね。なんかサブチャンネルそんな更新しないと思います、最初に言っとくと。でも私のストレスがたまりにたまった時は絶対なんか喋りたいので、なので、サブチャンネルで喋りましょうっつって、 でもし絡みたいっつって、絡みたいんだお前、もっと知りたいんだスミノフを、お前もうちょっとこう視聴者見てくれよって思う方、ぜひサブチャンネルにお越しくださいませ、よろしくお願いします。いやでもね、サブチャンネルね、通知来ないんですよ。なのでコメントがいくら引っかかっててもダメなんですね。もうなんかもうサブチャンネルたまに行かなきゃいけないなと思うんですけど、なんか通知来てないのに、なんかコメントを見て、なんかすごい痛烈なコメントとか入ってたら、へぇーってなっちゃうので、もうなんかもう猫ミームのバナナ猫じゃないですか、へぇーってなるかもしれないので、なんかね、ちょっとテンションをなるべく下げないようにサブチャンネルをあんまりもう投稿するだけみたいな感じで、なんかコメントついてたらさりげに見に行こうかなって。だから気づくのちょっと遅いと思いますっていうところがあるので、はい、もう向こうのコメント、なんか、サブチャンネルの方は多分、芸人系になると思います。芸人に失礼だろっていう感じなんですけど、いや、なんかもうちょっと隅の符を、いや、せっかく YouTube やるんだったら、もっと隅の符を売っていこうと思うので、売り込みの赤にしたいと思います。いや、もう6月はね、もうなんか、もしかしたら、作業風景とかの配信とかもするかもしれないですよ。なんか企ててます、スミノフがどういう風に編集してできたっつってやってるのとか、失敗してあ聞いたとかね、そういうのね見てほしいかもしんない。いや編集大変なんだよっていうね、ルーティーンとかもね、ぜひ、会社の方でやりますので、はい、私 の自宅は自宅、会社っていうのがあるんですよ。ちゃんとちゃんと部屋がありまして、でそこの維持費がねちょっと高いんで、なんかもうちょっとね、こう頑張って稼がないといけないなというところがあるんですけど、はい、もしなんか向こうサブチャンネルは収益化してないので、あこれやべえなとか思ってるんですけど、でもね、サブチャンネルの方でもちゃんと挨拶しますこれからはい、もっとスミノフを織り込んで、でだからショート動画でスミノフがサメとかで踊ってるサメミームとかやってると思うんですけど、なんかスミノフ系の切り抜きと、あとはなんか TikTok みたいな踊ってる感じとか声とか、なんか
ね、こっちはもう本当に旅行とか乗り物系中心になると思うんですけど、でもあのこっちも動かさないと、こっちがメインで動くと思うので、あのだから、ちょっとね、更新が、ラグがあったりとか、またもしかしたらあのサブチャンネルの方になんかいろいろ先に投稿してしまう可能性も高いので、サブチャンネルも要チェックしておいてくださいねっていう感じなんですよ。でスミノフの、なんか今なんていう、チャンネルになってたの、私コロコロねあのタイトル変えちゃうんで皆さん定着しないんですけど、今スミノフの休み丸になってるのか、休み丸、そうですね、休み丸が一番いいなと思ってるんですけど、もしかしたら名前をね、もしかしたらタヌキみたいな感じに変えるかもしれません。しません。あ、ごめんなさい、簡単。何言って。スミノフの、休み丸っていうのをもしかしたら、タヌキみたいな感じで、よく食べるんでね。で、なんか食べ歩きの動画とかももしかしたら、撮るかもしれないし、これから多分ね、人とどんどん絡んでいく動画とかも出てくると思いますので、いや、もう本当になんかいろいろ一緒に、こう、なんか撮影したいですとか、なんか一緒にどっか行こうって言ってくださる人とか、非常に多いので、なんかコラボしていく可能性が高いんですよ。でその時にもし旅行系だったらいいんですけど、なんか旅行じゃない動画とかになってくると、こっちのなんかコンテンツとかもちょっと変わってきたりする可能性も高い。今はもう散々変わってるんですけど、もうちょっとなんかこうサブチャンネルも生きていこうっていうような、そんな動画とかも、考えてはいるので、まだそういう系はね、まだ撮影はしてないんですけど、これからねどんどん6月っていうのは人との出会いを大事にしていこうと思っているので、6月、出会った方は本当になんか今までの方も大事なんですけど、それなりにコラボしたいですとかはもう率先してやっていこうかなとか思いますね。でその声をいただいてるとかね、なんか近鉄特急でビスタカーのそのなんか下の階をグループ席だからちょっと取って三重県とか行きましょうとかね、なんかこういうなんかコアな店一緒に入ってなんかわちゃわちゃこう紹介していこうぜっていうのとか、なんか一人ではできないこととか、なんかいろいろねこうなんか手伝ってくれる方もいらっしゃるみたいなので、じゃあiPhone も新しくなりました。今新しくなったのでセキュリティとかもほぼほぼ今ないので、なんかこれを手渡して、じゃあ撮影お願いしますっていうのも全然可能ですので、はい、皆さんね、なんかスミノフのなんかアホみたいな動画をね撮りたいという方とかね、いやもう常大募集しております。もうスミノフと、なんかこう仲良くなってね、こう一緒になんかやりたいとかいう方もいらっしゃいましたら、ぜひねお声をおかけください。で YouTube でから G メールに送ってくださる人いるんですけど、 G メールも気づくんですけど、一番気づきやすいのは X です。 X に常駐してますので、基本なんか X の DM とかに送ってくださると嬉しいなって思うところがあります。ですので私もなんかいろいろとねこう考えた結果、やっぱり X のアカウントの DM とかでも仕事のやり取りとかさせていただいてたり、まあたわいのないねクソリプじゃないけどクソ DM 投げつけてるやつらもいるんですけど、でもなんかこうもういろんな DM が一番見るので、なんかこうお仕事とかある方はDM に送っていただけたら嬉しいなと。これ何回も言ってるんですけどね、 Gmail はねなんかねすごいね YouTube のなんかこう投稿とかチェックとかなんかいろいろねなんかこうメールが来すぎて埋もれていくんですよ、どんどん。なのでどうしようと思って、今ね考えているところでございます。はい、なので、まあなんか急ぐ方は DM に送っていただけたらいいなと思いまぴょん思いまぴょんです。はいはい、もうなんかねこういうお話を、クソラジオという形になるんですかね。基本毎回言っております、アドリブです。本当にアドリブなんですこれね。で今ね
あのサブ赤を、動かすよって言いましたけど、動かす時期はごめんなさい、あの6月中には動きます。でもあの今日動かすかどうかは不明です。今ねすごいあのトレーニングをしてまして、あのこれが、私の納得いくまでこう果たしてできるのかっていうのとか、やっぱりねあの妥協はしたくないじゃないですか。何回も取って何回も、ここまで成長したんだぜっていうのはありかもしれないけど、なんかやっぱりねこう、うん、やっぱりいいものではないんだけど、自分がこれでいいやって思うものまではあのちょっとある程度やりたいなと思ってるんですけど、まあ、あのせっかくねなんか皆さん来ていただいて、あのすごい5000何人、いやその5000何人がその休み丸の方に来ないよねっていう、いやそれでなんか1000人まで来てくれたらいいんですよ。1000人来てくれたらねだいぶ楽なんですよね。はい、ということであの登録だけポチポチしといてっていう感じなんです。通知は消せ、はい、通知は消しといてください。もう本当にね私 の、 あの YouTube 基本 YouTube あの通知消せっていうところはあるんですよね。もう本当もで皆さんね、登録してくれて本当にありがとうございます。もうなんか感謝のねことをね言うに足りないんですよね。いや本当になんかねまだ上り調子で、まあ時に減りますけど時にねなんかねもうこうギザギザのように減る時があるんで、いやこれ絶対同じ人がね登録解除って絶対やってんだろうって思うぐらいに、なんかこうプッシュ通知を引くたびに減ったり増えたりして、 YouTube ってそんなもんかいみたいな感じなんですけど、いやすごいよね。ということで、はい、そんな感じです。いやー YouTube やると面白いよっていうところなんですが、いやーでも YouTube なーっていう感じで、日々過ごしております。いやこれね YouTube が本当もう今もし2000人とかだったら、うん、こう挑戦してないよねっていう、もう挫折してると思うっていう感じなんですけど、もうなんかすごい人数ですよね。私からするとここまで集まってなかったので、なんかすごいなんか毎日のように増えて、今ちょっとあの停滞気味なのかなっていうところなんですけど、でもみんな結構ね飛行機の動画とか見てくださってるので、いやちょっと本当にねあの BGM に関してはあのうるさくてすいません。もう毎回ねこれ課題なんですけど、 YouTube ってできたと思うけど絶対どっかしらなんかねミスありますよっていうところがあれ完璧にできないんですよ。もう本当にすいませんっていうところなんですよね。はい、まあこうやってコメントをねたくさんしてくださるんですけど、本当なんかねあの一言の動画もなんか一番おもろいのあって書いたりとかいいとかが、ね、コメントくるときとかね、うん、爆笑するんですけど、いや面白いな、もうその後にうって書いてやろうかとか思うんですけどね、まあなんか長い動画長文とかで書かれたこれはどこから突っ込んでいこうとか思って読んでる間にね寝落ちしたりとか、うん、これ返信すべきなのかな、疲れるなとか思ったりするとこもあるんですけど、せっかくの長文なんで、まあ、とりあえずお気に入りをしとこうみたいなそんなとこもあるんですけど、いやもう皆さんねなんか愛が強いんですよね。電車だったら電車の愛とか、飛行機だったら飛行機の愛とかね、私そんな詳しくないですってとか、ただ写して皆さんに今日 の、 空港はこんな感じだったよとか、なんかね昔こういうゲームの BGM あったよねみたいなとか、なんかあ懐かしいなこういうなんか音楽とか、なんかねリアルのなんか完成ゲームを見てるみたいみたいな、そんな感じとか、まあ無音BGM ない方がいいっていう方も結構それはいると思いますけどね。はい、でもなんかこう旅行行って、あこんなとこあんのかとか、なんかすごい、街の動画紹介してくださってありがとうございますとかね、言われるんですけど、でも
100% の動画を目指してないので、本当になんか画面のワークひどいなとか、未だに成長しねえなお前っていうね感じなんですけど、いや正直ね iPhone、まあビデオカメラとかだったらあれなんですけど、手ブレ補正ついただけでだいぶマシなんですけど、多分ね私が喋りながら動き回るので、これ癖なんでしょうね。一点集中しないんですよ私、こう画面 iPhone 持って周りを気にしちゃう癖があるので、いや人がいたらちょっと申し訳ないなと思って、人の気配を感じたらちょっとチラって向いたら iPhone もちょっとずれたりしてしまうので、 iPhone やっぱり手で持ってるからっていうのもあると思うんですけど、なんか手持ち撮影の奥深さというか、それはね身に染みて感じてて、まあ、今後ともね治らないですこれは。やっぱりそうなんですよね、周りをすごい気にしてしまうんですよね、映り込んでないかとか、なんかこう喋ってる間、まあそんな電車の中とかでは絶対ねもうよほどなんか空気輸送みたいな時は喋るんですけど、でもなんか周りに人がいたらやっぱり喋れないしっていうところで、すごい周りを警戒してるところがあるので、なんかカメラがうろ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 してんなっていうのは多分そうだと思うし、なんかこうねカメラは前を向いてるけど、やっぱ右とか左とかに気になる建物見たらおーってなったらカメラも動いちゃうっていうところもあるので、なんかものすごくね YouTube のカメラワークって難しいっていうのを今更ですけど思います。はい、いやこれね本当どうなんでしょう皆さん、やっぱやってみてくださいよ一回内側カメラとかセルフィーにして、いや投稿するかどうかは別として、自分の顔を写しながら、こんにちは今日は、なんか新大阪駅に来てますっていう時に、絶対なんかキョロ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 しちゃいますよ、やっぱ周り人いないっていう。でもそれを気にしなくなったら、やっぱ YouTuber として育ってきたんだろうな、いや私まだまだ動画投稿者のレベルなんだなっていうところですよね。難しいです、奥深いですねっていうところですよね。 YouTube に関してもう本当になんか皆さんすごいですよね。でなんか結構ね YouTube に、こう思ってしまうことっていうのは、なんかすごいね、他の撮影者さんを比較するようなコメントとか結構来るんですけど、なんかあんまり私は別にいいかなとか思ったりするんですけど、でもやっぱりね心の奥底にあのふーんみたいなのはあるんですけど、なんか他の YouTuber さんとかだったら、なんか同じなんかネタを上げてても、この人の動画はこういう風に解説している、この人の動画は、まあ、こういうカメラワークでやってるみたいな感じで比較されちゃうことってありません？なんかあんまりねその比較されるっていうのをどうなんでしょう、私は別にあんまなんか、ふーんっていうぐらいなんですけど、ものすごく嫌う人は嫌いますのでね、なんか、その辺はねなんか気に、なんかこうコメントするときはね、私はなんかあんまりね、ある人が見たりしたりしたらトラブルとかなっちゃうかもしれないのでね、なんか気をつけた方がいいんじゃないかとか思ったりするんですけど、どうなんでしょう皆さん、なんかやっぱコメントするときにはコメントしていいのかな、ダメなのかなとか思ったりするもんなんですかねっていうところはあるんですけど、最近結構コメントも増えてきてくださってるので、いやでもうちはもうあんまりコメントが来ないので平和的にやってる感じなんですけど、絶対ラジオやってもコメント多分来ないと思うんで、なんかもうカッター兄貴カッターでこうさーってこうなんか やらん限りはこうね肩を振り回すぞみたいな感じでやらないとコメント多分来ないと思うんで、多分聞いてないだろうなっていうところはあるんでね、これ聞かれてたらやばいなとか思ったりするんですけど、もうカッターさん最近えらいコメントをしてくださるのでね、はい、いやもうコメントしたいんだよ、したいけどみたいな感じで、いやあんまりなんかこうしたら悪いかなとか思ってる方も多分いらっしゃるのかな、わかんないけど、まあ全然なんかコメントしたら、まあ大体この人初めてかなっていう雰囲気は
分かりますので、なんかぜひあのなんかこう初めての方とかは結構コメントをあのなるべく返さないといけない。で次に常連さんを返してなんか返してほしそうなコメントとかあればコメントしようかなとか思ったりするんですけど、なんせ全部見てて全部返す時間がないんですよ。忙しくて、でだいたい撮影中にコメント来ちゃうので、なんかすごいタイミング見られてないっていう時がめちゃくちゃあるので、なんかとりあえずあのなんかこうプッシュ通知で来て、ああ来たとか思って見てるんですけど、今ごめん撮影中みたいなほんで後回しになって忘れてんですよね。ああごめんなさいみたいな感じであるので、本当なんかできたらあのなんかすごいね、あのスミノフ全然コメント返してくれないじゃんじゃなくて、なんか遅れても、なるべく返したいけど、でも難しいコメントにはなかなか返しづらいっていうところもあるんですよね。なんか私の持論ですけどみたいなところですけど、 YouTube ってなんかやってて面白いなとか思うのはやっぱその辺の駆け引きみたいなんとかですね。いやでもこれ大御所とか見られてたらどうしようって思うんですけど、意外と YouTube ってさ、なんかこうどうですか皆さん、あの大御所からコメント来たことあります？私も何回かあるんですけど、来た時本物って思うんですよね。えっ、ー、とか思ったりするんですけど、なんで私の動画なんかに来るんですかみたいな、なんか、うん、でもそれで、来てやっぱおーってなりますよねっていう。だからコメントもね重要視しないといけないんですけど、私はまあ格段に大御所から目をつけられているってことは多分ないと思いますので、まあそこまでねあのなんか、うん、目をね配らせるっていうところはないんですけど、でもなんかみんな好き勝手書いてるよねっていうところはありますよね。もうなんか面白いなっていうところはあるんですよね。でも YouTube 最近コメントあれですよね、なんかなんていうのかな、すごいなんかこう NG ワードみたいな設定されてるのかなっていうのはありますよね。なんかこうそういう NG ワードみたいな入れたらコメントが反映されないみたいなこともあるのかなっていうのもあるんですけど、まあ私的にはそれはすごい助かってるなっていうところなんですが、でもまあまあ YouTube の裏話ってそんなもん？そんなもんですかね。はい、まあまあまあでもね、なんかでもなんか私のフォロワーさんとかってなんかすごい私のトーク術を勉強してる人がいるっていうなんか私のなんかトーク術を勉強してるってどういうことみたいな感じなんですけど、それを聞いて、あじゃあもっと喋りますよっていうところなんですけど、いやでもそれをトーク術を私のパクられてなんか他のフォロワーさんと仲良くするの尺だよねみたいな、なんか凄まじくあのなんかやきもち焼いちゃうんですけどみたいな、あ出たでメンヘラみたいないやそうなんですよ、焼きもち焼きですよ私はみたいな。でも負けず嫌いではないんですよね、あっちはあっちこっちはこっちってね、あの YouTube はそんななんで、 X にはなんか異常執着してるよねっていうところはあるんですよね。でも本当に私ネット好きなのかもしれない。はい、そうですね、投稿頻度めちゃめちゃ多くないですか私。絶対多いなって思うんですけど、でもなんか即日あげないとこれ効果ないよねっていうネタも多いので、いや どうしたらいいんだろうって、でどん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 取りだめたものが後回し、そしてなくなる、データがなくなっちゃうっていうね。新しいものに変えましたからね iPhone、 本当にもう iPhone ねやばいよねはい、新しくなってね、これもしかしたら iPhone15 じゃねえぐらいの勢いなんですけど、すいません13 Pro です。はい、でも十分なんですよ。でだから今ねアップグレードプログラムなんで、これ新しくなったからサラピンのままもう au に持ってってポーイして15ぐらい変えたろかなと思ったんですけど、でもそんな15のカメラってさえあるっちゃあると思うんですけど、どうせまたあの秋口に新しい iPhone 出そうっていうアップルさんの思惑絶対あると思うので、その時にねまたね考えようかなと思うし、今ここで変えたらね、私今これから生活が苦しくなっていく
ね、あのその今から茨の道を味わおうとしてる、身なので、なのでこうなんていうのかな、茨の道を経験するのに iPhone だけ高級感出したっていう、そういうのもなんかよろしくないなと思うんで、13せっかくバッテリー交換じゃないや本体交換したので、これをね、あの糧に6月から、この iPhone の相棒と一緒に、新しい思い出作りをやっていこうとは思うんでね、まああのなんていうか、うん、試練ですね。この iPhone にが新しくなったの雰囲気のiPhone のパワーをいただいてですね、これからその iPhone ちゃんに頑張っていただいて、やっぱり iPhone が頑張ってくれるといいね、動画も撮れると思ってるので、 iPhone がねもう下手って熱暴走したらなんだお前ってなるんですけど、今のところなんか全然電池の持ちもいいし、桁違いに電池の持ちがいいので、あこれは良かったなと思っております、ありがとうございますっていうところなんですけど、アップルストアの担当したお兄さんがものすごくね、YouTube とかされてますって聞かれて、でしかもなんかね、 iPhone のその容量とか見てて、動画なんでこんな撮ってるんですかから始まってて、で、まあちょっといろいろね、あの写真撮ったりとか動画撮影カメラ中心でやってるんですって言って、で iPhone にこだわってやってるんですって言って言ったら、もしかして YouTube やってますって言われて、はっとか思って、いや見たことあるかもしれないとか思って言われたんですよ、お兄さんが。えなんか旅行とか行かれてる方じゃないですかって言われて、いや私旅行大好きなんですよ、だから結構ね、あのなんかいろんな船とかで、こう旅行フェリーとか、行くんですけどみたいな感じで言われたんですけど、えマジでみたいなマジかいみたいな感じなんですけど、なんかものすごく見たことあるぞこの人みたいな感じオーラでされて、いやすいません YouTube やってますって思ったら、まあその YouTube ねやってなかったらこんな容量にはならないよねみたいな感じ言われて、バレバレでしたっていうところですね。はい、でまあ仕事上なんで全然 YouTube のことは聞けないんですけどみたいな感じで言われたんですけど、そうですね、またその YouTube をまたもし見つけた暁にはコメントくださいっつってコメントをお願いします、隅を踏みだぞっつって お願いしますいやそんな心斎橋でね、でも心斎橋すごかったのよ外国人が。はい、私もね、もう一つの iPhone とかで心斎橋とかこう歩いてたりしたら、なんかこうね、エクスキューズミーっつって、カメラショットオッケーっつってカメラオッケーっつって、で私がって言ったら、カメラをやってそのツーショットとか撮ってくれという感じか、なんで俺カニ道楽でこのカップルの撮ってんだみたいな感じなんですけど、いやまあね思い出作り、もうほんとセンキューっつって、いやチップくれチップチップくれよっつって思ったんですけどね。いやでももうほんとね、日本人探す方がなんか心斎橋難しくねと思って、これ YouTube さ無法地帯じゃないとか思って、今度心斎橋で YouTube やろうかな心斎橋ライブやるっつって思ったりするんですけど、いや配信はしないけど、こんなに外国人いるっすみたいな日本人映り込んだごめんちゃいみたいな感じなんですけど、でも YouTube やってたらやっぱ外国人の方で YouTube やってる雰囲気の人に絡んでくるじゃないですか、なんかおー YouTube とか言われちゃうんで、なんかすごいあれですよね、なんか心斎橋に行くともしかしたら外国人と仲良くなれるかもしれません。 I am Suminoff っつってMy name is Suminoff イエーイとか言って やってみようかなとか思うんですけどね、チャンネルサブスクっつお前なんか増えるかもしんないよね、心斎橋に行ったら、おう心斎橋ベリーベリー外国人多いねみたいな感じで書かれるかもしんないそんな外国人多いねみたいな、そんなまあアニメみたいなことは言わないと思うんですけどね、京都とか殴り込んでみても、でも京都とか行ったら
あのなんかね、お前前こう追っかけてんのかみたいな感じで言われたりとか、いや京都はやめとけって言われそうなんですよ。あんまりね京都ね、あの私行こうとは思わないんですよ。なんか京都ってね、なんか舞妓パパラッチとかもあるし、なんかこう一つ間違った指導になっちゃったりとかで、やっぱね、そんでこう外国人めちゃくちゃ多いのは間違いないんですけど、身動き取れんじゃないですか。なんかもう下手したらもうなんか石の階段から落ちるでみたいな感じになると思うしな。そんななんか人の多いとこ行って、オーバーツーリズム、オーバーツーリズムとか言われてるようなところ紹介したとしても、また新しい外国人とか来ちゃったり、観光人ね来ちゃったりとかしたら、なんか申し訳ないなとか思ったりする反面があるので、まああの京都は個人で楽しもうかなと思ったりするところなんですけど、まああのそれは八坂エリアとかなんですけど、京都は京都でいろんな場所ありますのでね、あ嵐山とかそういうところあんま行きたくないんですねとか思ったりするんですけど、まあどうしよう、バス祭りとか行ってもいいかなとか思ったりするんで、なんかちょっとね個人的にバス祭りとか行ってみようかなとか思うんですけど、どうでしょう、バス祭り行かれる方いらっしゃいます？はい、私バスも好きなんで、バスも好きですけど船も好きだし、飛行機は見るの好きだし、まあ電車も好きなんですけど、まあいろんなね、乗り物のことをねやれたらいいなと思うんですよ。なんか別にね、なんか車とかも好きなんですけど、車は酔うからあんまりあれなんですけど、でもパトカーとかゴミ収集車とかってなんかすごいなんかね、私燃えるわって思うんですよね。あとはなんかちょっと黒塗りの高級車とか、写してはいけないやつとか、自衛隊車両とか来たらもうほほーってなるんですけど、本当楽しいよねっていうところなんですけど、まあそんななんか、でも国道2号線とかでなんかね、あの知ってる YouTuber さんとかの車とかがもし通ったりしたら、多分、ね、おーってなっちゃうんだろうなって思いますけどね。はい、まあ、あのいろんな方が YouTube なさってるんで、すれ違うことめっちゃ多いと思うんですけど、いやなんかもしあれだったら、声かけていいなら声かけさせてくださいどうせ聞いてないもん、みんなもう本当にもうスミノフファンなんてあんまいないでしょいないと思うわ、ほんまに。だって何してるかわからんもんこいつってうん、お前ただの何をしてるんだこの YouTuber はって思われてるかもしれないっつって、ね、え YouTuber ではないよねっていうところですよね。いや YouTuber なのかこれは。いや YouTuber の定義って何？私の YouTuber っていうのは顔を出してライブ配信してたりとか、自撮り棒を持ってなんか自分を前面に出してて、で YouTube やってますみたいな感じでなんかルン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 ってやってる人らが YouTube だと思うんですけど、なんか私とかって被写体があるじゃないですか。だから飛行機とかそういうのをこうね、あのただ写してたり、これは YouTube というより動画投稿者じゃねとか、いやでもクリエイターは間違いないんですけど、でも YouTube で登録、ごめんなさい、動画投稿をしてたら YouTuber になる？ならん？なる？でも YouTube に投稿してたら YouTuber なのか、でニコ生で放送してたらニコ生になるんですよね。ニコでスプーンで配信してたら何なの？スプラーとかになるの？それスプラトゥーンだよね、そうなのか。でも YouTube、 YouTuber の定義って、でも YouTuber とは、あでも船とかホテルの紹介動画とかって自分の顔出てるじゃないですか。そこは YouTuber なんでしょうかね。いや YouTuber って何YouTuber って YouTube に R つけたもんでしょ。でも YouTuber、 YouTube に携わるもの、ちょっと調べてみようかしら。 YouTuber とは、 YouTuber とはYouTuber とはって何やねんっていう話やねん。YouTube、YouTube、YouTuber とかあるよね。
何それみたい。 YouTuber とは、 YouTuber とは何ですか。動画投稿、ごめんなさい、動画共有サイト YouTube で動画投稿し、それを主な生業としている人。あ、だから YouTube で稼いでる人っていうことでね。私まだ稼げてないから、稼げてないし、主な生業っていうわけでも、いや、これから生業になるのか。いや、でもそれを、でもこれから YouTube で投稿して主な生業としてる人、だからヒカキンさんとかは間違いなく YouTuber ですよね。もう間違いないです。でも TikToker から YouTube に来た人って TikToker ですよね。あ、でも YouTube でと TikToker 兼 YouTuber ってこと。ああ、そういうことになるのか。どう、それはあれですか。YouTuber とは動画共有サイト YouTube で動画を投稿し、それを主な生業としている人のことを指します。動画のジャンルは各 YouTuber によって様々で、 YouTube が定める規律や法に触れない限り投稿する内容は自由とされています。YouTuber は YouTube のパートナープログラムに参加することで、動画につけた広告収入によって収入を得ることができます。18歳以上の YouTube のユーザーであれば、誰でも申し込むことができます。ということは YouTube のパートナープログラムに参加することが YouTuber になっちゃうわけ。あ、私だ私収益化してるじゃんっていうところなんですけど。あ、そっか、そういうことなのか。ほー、他にも YouTuber とは、最近はテレビでや雑誌などで YouTuber がよく取り上げられていますので、 YouTuber とは、あ、でもやっぱり自作の動画を投稿する人を指しますということで、いや、 YouTuber なの、私 YouTuber なのか、 YouTuber なのかということは、でも投稿をしてる人だったら誰でも YouTuber ってことですよね。違う、だから今言ったじゃんっていうね。あ、 YouTuber は YouTube のパートナープログラムに参加することで、動画につけた広告収入によって収入を得ることができる、それを生業としてる人ってことだよね。はい、だからそういう収益化してなくて、ただ動画を趣味として上げてる人だと動画投稿者になるってことか。で、収益化したら、YouTuber の、歩みを始めるんだよっていう、そんな人ですかっていうところです。ごめんなさい、ちょっと30分以上喋るとね、鼻がズビズビするんですけど、ちょっと汚くなるから、ちょっと一旦切りますよ。あの、マイクだけ切ります。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。すいません、ちょっとカフをしました。なぜかというと、ちょっとね、こうやってお話をさせている間には鼻水がね、こうずっと一人で喋ってるとね、ドル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 ーンって出てくるんですよ。おい、ちょっと鼻かみやがれとか出てくるんですけど、鼻の通りが良くなるんでね、花粉症の方はぜひ喋ったらいいんじゃないかと思うんですが、私もね、こう喋り出すとですね、花粉症がですね、もう本当にかからないというか、コロナにはかかっても花粉症にはめっぽう強いなと思ってしまうところなんですが、やっぱりそれはよく喋るからっていうことなのかな、鼻の通りが良くなっておるというような、そんなところでございます。はい、ということで、さっきまで何喋、あ、そう、 YouTuber を喋ってたのか。今日は YouTube 感マシマシだから、おい YouTube、 もうちょっとこれおすすめにあげてくれよっつって思うんですけどね。いや、 YouTube はね、難しいですよね。もうなんかYouTube、YouTube 連呼してても動画見つけてくれないからAI がね、 YouTube、YouTube っつったら、こうなんか動画でも、これね、そんな YouTube、YouTube こうね連呼してて AI がポンって見つけてきたら、いや、ちょっといや、そんな見つけないでみたいなそんな感じになりそうなんですけど、いや、私これあんまり、なんかもう、このラジオっていうのは基本的にコアな人しか見てないと思ってるので、あとツイッターの皆さんがしか見てないと思ってるので、なので別に、なんかそんなにそんなに、なんかこう、なんか YouTube で再生を稼ごうっていうわけではなくて、ただ私がおしゃべりしたいだけなのっていう、そうなのっつって
思ってるだけなんですよ。はい、おしゃべりしたいのつしたいのつはい、っていう時にラジオをやりますつっていう話でございます。はい、いやーでもうちの身内とかももしかしたら YouTube 見てるかもしれないんでね、あんまり下手なことは言えませんけどね下手なことは全然言えないんですけどね、もう本当になんか、よく見つけてくるなと皆さん関心でございますはい、で、なんかもうそろそろ40分なんかネタある、ネタ、そう、スミノフの最初の話に戻ろうかっていうところなんですが、いやもう本当もう一回お話をさせていただくと、6月1日になりました。で、旅行の動画とかその乗り物系の動画とかはこのチャンネルでやりますが、サブチャンネルで私を前面に出す動画っていうのと切り抜きとかも投稿していきます。ですので、ちょっとね、もしかしたらサブチャンネルとかも、ツイッターとかで動画をね、上げるので、動画出しましたよっつって上げるので、ツイッターの人は分け隔たくなく来るかもしれないんですけど、スミノフの休み丸とか登録していただくと全然なんかね、皆さんスミノフってアホみたいなことやってんねんなっていうところをね、もっとなんかこうラジオでネタについて喋ったりとか、することもありますので、ぜひなんていうかラジオのそのこととかスミノフがなんかね喋っとるぜ、こいつおもろいやんけっつ、登録してくれっつ登録しちゃおうポチッつやってくれるなら、ぜひ皆さんお手伝いしてください今なんか知らんけど一人減ってるしさっきまで40人だったじゃんって感じだったんですけどまあなんかね、もういろんなことで多分ね、向こう側ちょっとゲデモン食ってる動画とかあるんでなんか昆虫食とかたまにやるんで、なんか野草食ってる動画もあっちのチャンネルになるんで、ぜひあっちのチャンネルもね投稿見ていただいたら、こいつアホなことやっとんなみたいな感じでね見ていただいて、多分あっちの方がバカみたいな動画が多いので多くする予定です。バカみたいな動画が結構あるんですけど、ただ動画のクオリティっていうのは多分こっちよりも雑めっちゃ雑やと思いますので、はい、でもしかしたらゲームとかの昔上げてた動画のアカウント消したやつとかももう一回あっちの方で上げると思います。ですので、このゲーム動画昔見たことあるとかあるやつとかそういうのも全部上げます、残ってる分ですので、もうあっち側はもう本当になんかスミノフ全面出しますみたいな、でスミノフの名前ももしかしたら変わっていくかもしれませんので、はい、もしかしたらなんかお手伝いしてくれる人とかね、もしいたら全然募集しますので、はい、ただアルバイト代は出ません、それだけは、はい、ボランティアでよろしくお願いいたしますというところなんですが、そういうチャンネルね、コラボとかするチャンネルとかも出来上がっておりますので、ぜひ、そちらの方も注目していただけたらいいなと思います。で今チラッと言いました、 YouTube でこれから、ちょっとやっていきたいとか SNS やっていきたいとか、そういう方はちょっと近くにいらっしゃる方、私尼崎に住んでるんですけど、もしその近辺で住んでてちょっと興味あるなとか、ちょっとどういう編集した方がいいんだろうとか、編集の仕方分かりませんとか、でも私も YouTube で副業を目指していきたいですみたいな、そんな感じとかいう方、いらっしゃいましたら、私お手伝いというか一緒に、その YouTube についてこうやっていきたいと思う方を募集します。いや分かりました、今意味なんかこう一緒に YouTube やろうっていうそういう方ですね、今から、始めたいとかまだ底辺だけど、これからちょっと一緒に伸ばしていきたいなとか思う方とかいらっしゃいましたら、ぜひボランティア感覚になると思いますけど、まあいろいろなところに、ご紹介できるかなと思ったりすることもあるし、なんか一緒になんかこうわちゃわちゃ、したいという方とかいらっしゃいましたら、ぜひね、ツイッターの方までお越しください。はい、もうなんか私もそういうなんか全然お友達とかウェルカムなんで、今までぼっちで
やってきましたけど、まあ何人かね、あのコラボは昔ポコポコやってたんですよ。あのチラチラとやってたんですけど、なかなかコラボというわけではなくて、あこの人と会いましたっていう、なんかコラボでやったんカッターさんじゃないっていうぐらいの勢いなので、もう本当なんかいろんな人と交流したいなっていう感じなんで、あのぜひ視聴者さんからなんかこう住野さんっていうのがもうこうパンと来たら全然ウェルカムですっていうところです。はい、まあ全員も視聴者さんも大事ですからね。はい、というわけで尼崎の方でどれぐらいいるのか調査ということで、尼崎だけではないな、兵庫県南部大阪府とかでもしあの YouTube 見とるでお前みたいなやったらぜひね、コメントいただけたらと思います。よう喋るなと本当何を喋ってんだっていう話なんですけどね、うん、まあ皆さんあの私のトーク疲れますよね、ごめんなさいね。はい、寝るときね、これ聞いたらやかましくて目覚めるわっつって言われそうなんですけど、本当もうなんかもう真夜中よく喋ってくれる方が楽しいでしょ。あ、楽しくない、楽しくないか、そうか、そうだな、起きようぜ、夜は夜はこれからだっつってね、今撮ってるの18時32分です、すいませんすいません、私この動画上がる頃もう寝てます。いや多分編集してんな、編集してると思います。なんかねちょっと今あの私も挑戦してることがあるので、あのなんかもう賛否両論絶対あると思いますけど、なんかこうねやってることを踏み出して、いや今ねまだ大っぴらには言えないです、これからちょっとねトントンあの新しいことにも挑戦していきたいと思っているので、ぜひ、なんかこのチャンネルだけとは言わないんで、なんかこうね、住みを封じたい、自分の体を売るっていうか、体を売るって言ったらおかしい、おかしなことになるな、自分のなんかそういうね、こうなんかね自分のこうなんていうん、体を売るでいいのか、なんか私が言ったらなんかわけわからんこと、下ネタになりそうじゃないですか、油売るじゃない、道草も売らない、え何だ、ねえ、私の なんていうのが行動力を売りますみたいな、身体売りますみたいな、身体が商品ですみたいな、体が商品ですみたいな、労力、自分の行動が商品ですみたいな、というか自分が商品ですよ、いいんじゃない、体を売るって言ったらおかしいもん、おかしいもん、体、お前もしかしてそれってなんかママ活でもやってんのかみたいな感じ言われそうで、しみてません、そんなことなするわけないでしょうが、こんななんかタヌキみたいな、誰が金払うねんみたいな、ほんまにね、白米ご飯一緒に食べてくれるだけでもなんかでもご飯一緒に食べてくれる人を募集とかやったら全然行きますよつってご飯作ってくれよっていうのを全然いきますよ。なんか、1000円ぐらいからで。1000円ぐらいから。はい、ご飯作ってくれっていうような、そんななんかご家庭ありました。突撃、隣の晩ご飯じゃなくて、突撃ご飯作るよ舞台みたいな。しゃもじ持っていきますわ。しゃもじ作らなあかんやん。なんか木の看板がなんか持っていこうか。突撃隣のご飯作るご飯みたいな。ネーミングセンスねえなって突撃隣のクッキング晩ご飯みたいな、あ突撃隣の晩ご飯クッキング、もういいって、ね、ダメっすかねやりたいよそういうことね、なんかすごいめちゃめちゃ喋ってんじゃん、50分喋ってるすげえな、相変わらず毎回毎回喋り出したと思いませんな、どうすんのこれっていうところなんですけど、はい、ネタもなくよくね喋りますよね、本当なんかスミノフ劇場開幕ですよスミノフラジオなんかすごいね、今日もラジオ話してますよみたいないや本当にもうなんか皆さん飽きますよね、飽きません、面白い、これ面白かったら続けますけど、面白い人はねあのなんかグッドボタン、コメントよろしくお願いしますっていうところなんですが、
まあ、私がね、なんかシャ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 しゃべってるだけなので私はしゃべるだけなんで全然 OK なんですけど、もしこれしゃべるで、これ視聴回数もしこれ100回いったら、このチャンネルここで、ここしゃべごめん何言ってるか分からない。視聴回数もし100回超えるようならば、ラジオこのチャンネルでやります。で、向こうのチャンネルでも喋ります。はい両方二刀流で喋りますので、ぜひ、はい、皆さんの視聴回数に、はい、なりますので、はい、もし視聴回数が高ければ高いほどラジオ皆さん聞けるんだぜどうですか皆さん。もうなんかね、いつもね2桁だからね、もうあんまりね、私はねこう力入れないんですよこれだって音取るじゃん、画像貼るじゃん、で BGM 入れるだけじゃん、簡単でしょ、これで YouTuber 出来上がる、どうですかっていうね、本当にあれですよ、もう本当楽、これ楽して仕事するのが一番いいよねって思うんですけど、でも YouTuber そんな楽じゃないですよ。はい、もう暑い中、もう今日もね、もう日焼けすごいんですよね。いや今日も朝ね、朝はい一番に、大阪空港行きまして、で、一回帰って編集して投稿して、また大阪空港でお昼の部撮ってますので、で、編集するのめんどくさいなと思って今これね、ラジオ上げておりますというところで、多分ラジオ上がる頃には必死こいて編集していると思いますけど、その編集が出来上がった暁に多分ラジオが先にできるんだろうなとか思いつつも、いやもう別にどっちでもいいんですよ、もうなんか、でもラジオは深夜に投稿する予定なんで、はい、もうなんかね、でもこっちの方でラジオを定着化させるっていうのはありっちゃあり、だって収益が入るじゃんはい、入るじゃん、入るんだったらこっちも投稿するよねっていうところ、お前話が違うじゃねえかっつって、うん、話なんですけど、お金欲しいもん、お金くださいよ誰か、頼むよっていうところなんですけど、世の中そんなに甘くないですよね、世の中そんなに甘くない、本当に。でも私は YouTube が楽しいと思いながら、でも多分今までいろんな仕事をしてきた中で、私は YouTube が一番、あの、なんていうのかな、自分に長く続けるお金をもらうなんか仕事かなと思います。だってもうあれですよ、10年やってんすよ、実らないことを。はい、でも5000人いたらもう立派なのかなとか思うんですけど、一般の方からしたらどうなんですか。でも なんでしょう、わかんないね。でもこれからね、1万円じゃない1万、なんで金になるん、1万人とかになったら、あの、なんかおお、よくやったなって思いますけど、1万人、スミノフ1万人にしようぜっていう方ね、ぜひ手伝って一人ではもう無理なのっていうところ正直ほんとね、スミノフね、もうなんか発想力が少ないので、なんか、うん、こうスミノフ1万人計画みたいなのやってくれると本当に嬉しいなと思うんですけど、そういうね、うん、なんかスミノフのお友達少ないからね、リアルね、ほんとなんかもう学生時代の友達なんかもう全くと言っていいほどいないので、どうしようかと思ってしまうところでございますはい、この動画をね、聞いたら、もしかしたら、いや実は学生時代のお友達でしたっていう方がね、いたらどうしようかと思ってしまうところでございますいやもうそれはそれでね、びっくりだよっていうところがあるんですけどね。はい、というわけで皆さん、なんかね、もう60分ちゃう、54分でした、嘘つきました、申し訳ございません。もうでも54分32、33、34なので、もうそろそろ終わってもいいかなとか思ったりするんですけど、
まあよく喋った喋った。でも他の YouTuber さんに2時間とかも喋ってますよねとか、ライブ配信してますよねっていうところなんで、もっと喋ろうかと思うんですけど、あんまり長く喋るとね、他の YouTube ね、ぜひ見たいっていう方もいらっしゃると思いますし、私じゃなくて他の YouTuber さんの方に、こうね、乗り換え割りじゃないですけど、どんどん乗り換えて他の動画も見たいのに、隅の方こんななんかよく喋りやがってっていうね、方もいらっしゃると思いますんで、そろそろおいとまの時間にしようかなと思うんですが、皆さんどうでしょうか。はい、というわけで、ここまでね、アドリブでラジオをさせていただきましたけど、全力で、なんかわけのわからんことをくだらないことを喋らせていただきましたまあそろそろ皆さんねお開きの時間と思いますので、皆さんまたねこういろいろとコメントでも、書いていただいてもいいですし、質問とネタと提供してくれるのであれば、このチャンネルラジオ更新頻度上がります聞いてるってことでしょつ感じなんで、はい、皆さんね、ぜひ、これからもね、スミノフチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、そろそろお開きのお時間でございます。皆さんね、他の YouTuber さん見に行ってください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。またね、お会いしましょう。バイバイ、またね。バイバイ、またね。あ、よく喋ったあ、ごめん、切ってない切ってない、やばい切ってない、カフ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 